ご視聴いただきありがとうございます。こうちゃんです。本日はバスの車内から撮影をしております。タイトルにもあるように、2023年の JR 東日本ダイヤ改正で岩手県に新しい駅ができるという発表がされました。岩手県に住んでいますこうちゃんにとって、久しぶりに開業する新しい駅でございますので、是が非ともいい動画にいたしました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。新しい駅、前形駅は、忠岡線にあります、盛岡駅と大釜駅の間に設置されます。盛岡駅から 3.4km 地点です。ということで、こちらはですね、今乗車している電車でございますが、盛岡駅を今出発しました忠岡線の普通列車なんですが、この電車とちょっと違うんです。JR 東日本在来線の電車の車輪の幅が 1067mm に対し、今乗車している電車は新幹線と同じ 1435mm なんです。この忠岡線は新幹線と在来線が一緒の線路を走る珍しい区間です。右隣が盛岡駅の3階の新幹線ホームから来ました秋田新幹線の線路です。それでは新しい新駅であります前形駅を通過していきましょう。通過時にはですね、列車の見張りが旗を開けて警笛を鳴らしながら通過していきます。ということで前形駅の最寄りでありますイオンモール盛岡に到着いたしました。開業まではこちらのバスしか来ることができないので注意が必要です。往復ですが520円かかりましたが、往復割引乗車券というものがありまして450円でこちらに来ることができました。所要時間は片道25分です。ということでこちらがですねイオンモール盛岡でございますが、敷地面積が9万7000平方メートルということで東京ドーム2個分という大きな施設でございます。飲食店だとマクドナルドやミスタードーナツ、衣料品だったら GU や H&M などが入っております。ということで大型ショッピングモールでありますイオン盛岡の裏側の方に回ってきました。新しくできる前形駅はイオンモール盛岡の敷地内から歩いて30秒ほどでした。正面玄関からは歩いて5分ほどです。こちらの新駅であります前形駅の開業はですね3月の18日でございますので、開業の1ヶ月前で母屋の方が完成してまいりました。外の方の工事はもうちょっとですね。ということでこちらは秋田新幹線が通過いたします。以前にも2月4日にも前形駅の方に訪れましたが、この時は前形駅の看板が付けられておりませんでした。ブルーシートがかけられていたり足場がかけられていたりとまだまだ工事中でございました。こちらの方には駐輪場や車のロータリーの方が作られるようです。こちらの駅は1日に1700人の乗降客数を目指しているようでございますが、無人駅としての開業となっております。また3月の18日に開業した後、5月の27日土曜日まで交通系 IC カードのSuicaの利用ができませんのでご注意ください。しっかりと看板も掲げられておりました。令和5年の3月の13日までということで、前形駅の駅前広場の工事が行われております。施工会社は鉄建建設株式会社となっております。こちらの前形駅の走行費でございますが、盛岡市が11億円を負担しておりますが、先ほど紹介しましたイオンモール盛岡から補助金として2億円の寄付があったそうです。1時間に新幹線こまちが1往復してますので、1回ごとに仕事を止めて安全確認をしております。ということで駅舎とは反対側の方に来ました。ホームの方は完成の方に近づいてきております。こちらの屋根でございますが、車両の2編成分40メートル設置されており、あとの40メートルは野ざらしです。
ということで迫力ある新幹線の通過を見れるということで反対側のホームから新幹線を待ってみました。こちらはイオンモール盛岡の屋上にあります駐車場から撮影しています。撮影日であります2月の16日岩手山は綺麗にはっきりと見ることができました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。